政府は来年度の予算編成で各省庁が予算要求する際のルールとなる概算要求基準の原案を自民党に提示しました少子化対策などには特別枠を設け4兆円強の要求を認める方針です。 概算要求基準の原案では物価高騰対策について金額を示さない事項要求を認めるほか岸田政権が力を入れる賃上げの実現や少子化対策などの重要政策については特別枠を設けることにしていますまた、年金や医療などの社会保障費については高齢化などによる自然増を5000億円と想定しています。 今朝の自民党の会議で政調会長に一任され政府は今月下旬に閣議決定する方針です。